本日は、8キロ天保層ですね。アップダウンで2キロ、間に8キロ天保層見えるので、トータル12キロのトレーニングにしたいと思います。トータルでね、1時間もかからずに僕の場合は終わるので、効率はすごくいいのと、まあ、今日みたいに雨降ってて寒いとかいう日には続けてやればね、比較的寒さに、さらされずに走れるので、おすすめのトレーニングかなと思います。はい、今2キロ行ったんで、ここからペース上げてきます。今4キロ終了。後半5、6がちょっとペースを、まあ頑張るペースぐらいでいって、7行く力出そうかなと。でラスト8、もう一回マラソンペースイメージ、こんな感じでいきます。7キロ、257、ラスト1キロちょっともう一回ペース落とします。はい、終了。ラスト3分10秒、ラスト、このまま2キロ段直行きます。
疲れた。足は動くね。